はい、ウェブチでございます。ということで今日はですね、そのバトンと思いきやですね、今日はちょっとナイフをメインにやっていこうと思います。ということでね、大先生をお呼びしますんで、どうぞよろしくお願いします。大先生大原先生です。はい、よろしくお願いします。アニス東京のね、はい、大原先生でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとアニス東京のご紹介をちょっと改めてちょっとだけしていただいて、そこから、はい、はい、今日はバトンの動きとそこから派生していくナイフの動きだとかです、ね、そういったことを紹介してほしいなと思ってます。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあアニスクラブ東京大原です。アニスクラブ東京、月曜日から日曜日まで、毎日どこかしら東京のどこかしらでクラスが開催されていて、フィリピン武術を、教えております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速、ちょっとバトンの動き、まあ、復習というかですね、そうですね、第1弾あります、はい、ちょっと貼っときますから、それをちょっと復習しつつ、今日はナイフにフォーカスして、あとは暗記ですね、はい、このちょっと木のこの短いの、ちょっといやらしい、はい、グイッてやつ、はい、ちょっと使っていこうと思いますので、はい、はい、じゃあやっていきましょう。はい、お願いします。はい、じゃあこのバトンの振り方、ちょっと改めて。はい、はい、フィリピンのマーシャルアーツ、スティックの、振り方の基本、オッチョ。オッチョ。オッチョって言います。オッチョはスペイン語の8っていう意味ですね。8の字に振っていきます。なので、肩に担いだら斜めに振り下ろしていって、反対の肩に担いでまた斜めに振り下ろしていって、また肩に担いでるっていうレベルですね。1、2、3、多いはいい。こういう感じで、振っていくのをオッチョって言います。これに対して逆回転、下から上、下から上と、下から上、下から上、こういう振っていくのをリバースオッチョ、逆8の字ですね。っていう感じで、この2つの、スティックの振り方が、まあ、一番ベーシック中のベーシックの振り方になります。はい、でこれの振り方が基本なんですね。そうですね、この振って、はい、振り方振ってっていう感じで振っていくんですけど、やっぱり、スティックとはいえ、やっぱりソードとか、ナイフとか刃のついたるものもイメージしていくので、振るときはこの角度ですね。ここが入ったら、ここからぐーっと、ここまではあんまり手首の角度を変えない。で、振り切ったところで手首の角度を変えて、で、ここ来たら、このまま降りていって手首の角度を変えないで、ここで初めてこう手首を返してっていう感じで振っていきます。なので、スティックだとこういう感じですね。同じようにソードだとこういう感じで、ここで切り下ろしていって、こちら側からこうやってっていう感じ、切り切る感じですよね。そうですね、こういう感じで、リバースだとこういう感じ、はい、っていう感じで、この振り方、オッチョって言います。オッチョ、リバースオッチョですね。はい、でこの振り方をイメージして、じゃあナイフ早速いきましょうか。ナイフ、はい、お願いします。はい、じゃあさっきのオッチョっていうのを、ナイフに変えていきます。ナイフ、握り方、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、普通に握ってもらって大丈夫です。で、さっき言ったオッチョと同じようにして、斜めに切り落としていって、斜めに切り落としていって、で、まあ、シングルスティックもそうですけど、ナイフもそうですけど、武器を持ってない方の手が、すごく大事になります。必ずこっちの手は、防御したりとか、パスしたりとかするので、ナイフ、武器が前に出るときはこっちの手は下がってますね。で、こっちから振り下ろしていって、振り終わったときに、ここが何もなくなったときには、しっかりとこっちの手が、ガードの手になります。これがスティックの振り方ですね。今はスティックの振り方です。ナイフは、どっちかというと、あんまり、こんな担がないんで、どっちかというとこういう感じで。コンパクト、コンパクト。で、あんまりナイフの先端を、スティックみたいに後ろにはやらないんで、こういう感じで、こういう感じで、まあ、ソンキットっていうこういう月の動きだったりとか、リバース、こういう月の動きだったり、リバースオッチョ、で、オッチョ、リバースオッチョ、こういう感じで、斜めに振り下ろす、斜めに振り下ろす、下から切り上げる、下から振り上げる、斜めに振り下ろす、斜めに振り下ろす、下から下から、1、2、3、4っていう感じで、斜めに、これは同じ動きで、こういう感じですね。もちろん、相手が切ってきた時も1、2って感じで、1、2、切ってきた時も1、2って感じで、1、2という感じで相手の手を切る、切る、優しくねという感じで、これもパッパッパッで、すぐに入ってきて、同じこういう感じですね。
そうですね。相手の攻撃が 下とかですね、攻撃だと攻撃リバース、攻撃だと攻撃リバースをちょっとこうね、下から下から出ておく、上級上級で、なんかね、その時必ず相手の内容がこっちに来ないようにチェックハンドっていうのがすごく大事。こういう感じで、スティックの言い方と内容の言い方っていうのは、まあ、共通していくという感じ。ありがとうございます。このナイフ そのドリルみたいな基本の練習みたいなちょっと教えてもらえれば、ね、はい、基本のドリル難しいですけど、自分で、ね、はい、やってみましょう。大体、まあ、じゃあ3手ぐらいのドリルでやってみましょう、はい。1、相手が首を切ってきますので、これを手を切っていきます。その時に必ずこっちの手でカバーします。2は相手のお腹を刺していきますので、そっちの人は手を下からでいきます。こういう感じで止めます。僕これ手止められちゃってるんで、これ以上前に進めないので上に上がってきて、さらに相手の手を切って3で、で、こうしようね、同じことをやります。手を切ります。そう、さあすぐにお腹を刺します。止められます、はい、止められるとこれ以上前に行かないんで、はい、そのまま手を上げていきます。こっちそうですね、で相手のこっち側に出ながら手を下ろすときに、この時に手を大きいですね、はい、あ、下ろしながら切るんですね。そうですね、ここに刺します。必ず上と下と、はい、あ、挟む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 、なるほど。もう一回いいですか、はい、ヒール、すぐにヒール、手を上げて相手の外側に挟んで、切って、ああ、な、挟むんですね。あと、あの、挟んで切る、あの、うん、フィリピンのマシャラスは、あの、開閉の動きがすごく多くて、そして体を閉じる、開く、閉じる、開くっていうのはすごい、ね、こういう動きが、ダブルスティックでも同じですね、あの、シングルスティックでもダブルスティックでも、2本のスティックでも、1対1対5、手を体を閉じたり開いたり、動いたり開いたりっていう、こういう動きがすごく多いですね、閉じたり開いたり。このやっぱ 2本の手両方使うっていうのがやっぱバトンでこう同じですね、ダブルダブルのバトン、はい、これが基本になるわけですね、うん、必ず両方なんですよ、ね、持ってない方の手がむしろ忙しく動くぐらいになるしたいし、なるほど、ありがとうございます。でゆっくりやったんですけどなんかもうアワビでいつの間にか切られてるみたいな感じなんで、結構やっぱり、ね、ゆっくりでもこんなあれなんです、早いというか、うん、もう、で基本フィリピンのマシャラスドリルはブロックカウンターが基本なので、うん、必ず相手攻撃を防御させるように反撃、うん、で、反撃させるように防御されたらすぐに、あ、防御とか攻撃されたらすぐに防御してすぐに反撃、ブロックカウンター、ブロックカウンター、ブロックカウンター、ドリルは常にブロックカウンターが基本になります。なるほど、ありがとうございます、はい、こっちも教えてもらって、リバースの方で、ちなみにリバース、今と同じドリルをやっていきます、はい。はい、じゃあ次こっちの回しました、はい、リバースグリップですね、はい、リバースグリップですね、まあ、英語だとリバースグリップですね、うん、フィリピン武術だと、パカルです、ね、パカル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 、まあ、あのこっちの方はあの普通にキーグリップって言ったりとか、キーグリップっていうのはこう鍵をこうカチッとなのでこういう位置だよね、キーグリップ言ったりとか、あとサクサクって言ったり、サクサク、こういうのサクサクって言うんですね。え、日本語似てるけど、サクサクって言うんですか、面白サクサク、まあサクサクで、これはパカル、パカル、はい、でパカルで、パカルでもさっきと同じ理屈で、理屈というか同じセオリーでやって相手が来たら、まず手を切ります、手を切ったらすぐに押さえます、攻撃します。これ止められちゃうとこれ以上前行かないんで、下に下げる、で、下から上に、下に下げる、で、下から上にまた切ります。さっきは上から下、上から下だったんですけど、今度はでも下から下から上、下から上、あ、こう切ってくる、はい、っていう感じで同じような感じで、はい、下から切ってすぐに攻撃、はい、これ止められたらそのまま外して、で下から切っていう、うん、なるほど、あ、もう一回ちょっといいですか、下から下から下からパスして手を切る、そう、あ、なるほど、あ、いいですね、まあ、こういう感じですね、一番基本の、一個目の動画、これ流れてるってどうなんですか、そうなんです、そうなんです、バーン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 って言って、はい、落ちたらバーン、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 下から切り上げて、あ、で、ね、下から切り上げて、下から切り上げて、ね、下から切り上げて、いう感じでずっと同じ、あ、まあ、はい、同じこと、1、2、3、1、うん、ありがとうございます。いやー、なんかこういうのやりたかったね。いや、前回の本当はなんか、あのバトンをやらせてもらって、その基本がやっぱここに詰まってるというか、一人でこうね、こう振り回して
やってたんですけど、その、こういう動きとかを、そうですね、やってる。手が左手も右手も両方とも動く。ちなみに、わかるの、うん、わかる。前回やったスティックのドリルで、はい、こういうドリル、あ、はい、こういうドリルですね。はい、で、上からこう、こう。パスこれは、ね、このドリルです。やっぱり、やっぱり、で、こうやってやってるとパス。ああ、なるほど。いや、早い。早くちゃわかんねえ。っていう感じで、スティックでやるドリルはそっくりそのままライブでも同じように使える。っていう感じ。前回の教えていただいたときにスティックを振れねえとナイフ振れねえっていう指定をこうちゃんと終わりましたって言いながら自分でナイフ振ってバトル振ってっていういろんな教えをちゃんとねあの根底に収めた状態で稽古するのが一番いい稽古ですからね皆さんそしていい先生に教えてもらうとありがとうございますはい、はい、じゃあナイフはね、はい、でも基本はこんな感じではいありがとうございますこれがね本当やばいここの圧力が予想以上にやばいいや、言うてそんなわけないじゃないですかあ、ちょっとちょっとえいやいやいやちょっとちょっとでかい人来たテクラを落としたからテクラっていう感じで、あの、よしよしをね、答えに痛い痛い